こんにちは。タロット占い師のアポロです。ウィザードリーセブン、ガーディアの宝珠、実況プレイ、67回目、始めます。アクパイルの北の方の、トラモテンの森の探索中でしたね。回復作業だけは済ませて、待機してます。続きやっていきましょう。とりあえずね、周囲のマップを全部埋めながら行きますよ。こんな感じでね。あ、モサ。ルナモスラス、グローモスラス。一応ザコ級かどうかわかんない。ルナモスラスってどんなモスラスだ。どうしよう。隠れるか。で、こいつを、なんか呪文で動きを封じ、ウェブがある。やっぱ昆虫系はウェブでしょう。イメージ的に。聞くかどうかわかんないけど、ウェブをやりたい。で、アポロの方は隠れる。で、こいつら全部、ニュークリアブラストで一掃したいね。一掃できるかな、これで。できなかったら、被害甚大ってことになりかねないけど、まあ、行きましょう、これで。よし、ルナモスラスは捕獲された。お、ルナモスラス倒した。残りのグローモスラスがどんだけヒットポイントがあるかだよね。モスラスって意外とあるんだよね、ヒットポイントが。トートは隠れて、アポロも隠れて。イシスのニュークリアブラスト、お一層いけるか。死んでる。死んでるって。この作戦は成功だね、見事に。まあ、グローモスラスごときに、手こずってる場合じゃないんだけど。いいね、全部死ぬね。さあ、経験値どんぐらい入るんでしょうか。結構入ったな。そして先へ進むのはいいけど、なんか深いとこ行っちゃうな。なんかあら、道路からどんどん離れてるような気がするんだけど。サバントトルーパー、ラットキンリーダー、サバントガードより強いやつが出てきたな。ラットキンリーダーはこいつのなんか動きを封じたいんだよな。じゃあ隠れよう。で、3の隠れて、同じ人が呪文使い続けるとね、マジックポイントなくなっちゃうから。サバントトルーパーどうすればいいんだ。とりあえず防御を鍛えておけばいいんじゃないの。プレスで、あ、ブレスじゃない。こっちのイシスはアーマープレートだね。アーマープレート。エンチェルズターン。
あ、逃げた。サバントトルーパーだけ残して逃げたよ。あー、ポロ麻痺。麻痺してくるのは厄介だね。麻痺に強いアイテムがなんかあったような気がするんだよね。サバントトルーパー、珍しいモンスターが出てきた。麻痺は、今そんなないか。あった。プロテクション。十字架みたいなアイテムだと、麻痺を防げるみたいだね。とりあえずこれはこのまま行こう。こいつら呪文のが良さそうだな。サイオニックファイヤー。サイオニックファイヤーは3体だっけ ?3、4、5。こんな感じ。決定。ディアポロは回復させてやらないといけないんだけど、サバントトルーパーね。3に弱いんだよね。トルーパー、多分。3はないんだけど、ブレイズをちょっと行ってみよう。で、アイテムがなんかあるはず。キュアパラライズ。アイテムがあるうちは、アイテムを使う。あ、よく考えたら、サバントトルーパーって結構強かったっけ？あ、ノアさんは麻痺。まあ、麻痺は致命的じゃないからまだマシだけど、確率高いな、麻痺の確率が。スタンランス。う、スタミナ吸い取られた。なんでもありか。なんか、セリーナ強いな。戦って倒せそうですが。キュアパラライズ。キュアパラ、あれ？こっちか。キュアパラライズで、まずは回復して。なんかエンジェルズターン全然効かないよね。クロマチックライヤー。クロマチックライヤー効くけど、効果がいまいち不明なんだよね。倒した。あと一体。倒しました。サバントトルーパーを5体分の経験値。どのぐらいもらえるんでしょうか。4000。さっきのグロモスラスより少ない。アイテム？スター。手裏剣見っけた。鍵はなんだ？ちょっと回復作業します。はい、回復作業完了。先へ進んでいきます。ちょっと不安なので一旦戻ろっか。なんか先へ進みすぎちゃうとわけわかんなくなるので。この道から外れないようにしないとできるわけね。まずはこの道をたどっていきたいんだよね、最初に。そっか、なんか目印必要だな、ここ。
ここの、こっから先に行かなきゃいけないので、なんか落としとこう。さっき拾ったアイアンキーはいらないから、捨てる。これで画面の右下のところにね、この鍵があるから、この場所で探索の続きをすればいいというね。お？うん。なんか、道が途切れたな。お？前方の空き地に、蜘蛛の巣をかぶった生き物の一団がいた。蜘蛛の巣をかぶった生き物？ティーラング。ああ、なるほど。ティーラングたちは素早く君たちを取り囲み、やばい！足を上に上げて、まるで話し合いたいと言わんばかりの様子で近づいてきた。やばいよ。交渉の余地ありって感じかな、でも、雰囲気からすると。どうする？話し合う、攻撃する。これは、平和的解決をしたいところだけど、どうする？攻撃する？話し合う？話し合ってみるか、まずはね。まずは、話し合う。C、平和的にこう、取引をしないか。情報を渡してくれれば、謝礼を弾もう。手を組むか。おう、ここで分岐点が。今我々はアンパニーの軍隊にいるので、当然 T ラングは排除しなきゃいけない敵なんだよね。だけど、もちろんここで寝返ることも選択肢としてはありだよね。T ラングに寝返ってもいいんだけど、そのメリットがないと思うので、いいえだね、いいえ。ならば T ラングの爪にかかって死ぬがいい。ケーボラ T ラングは襲いかかってきた。やばいよ。こいつら倒せるかどうか、あ、なんか余裕っぽいな。ケーボラ T ラング。T ラングとの戦闘あんまり経験がないのでわからないんだけど。呪文使ってくるよね、こいつら。いや、隠れて。で、ウェブ作戦で行く。ウェブ。アポロの方は、ウェブを使いたいけど、コンフュージョンちょっとやってみよう。親玉をとにかくね、無効化しとかないと。こっちはサイレンス。で、どうしようか。マジックスクリーンやっとこう。念のため。6くらいにしとこう。7で失敗したら痛いもんね。マジックスクリーンをかけました。ウェブ、効果なし。コンフュージョン。あ、コンフュージョン効いた。とうとう隠れて。サイレンス、沈黙させられた、させられた。よし。とりあえず沈黙したぞ、ティーラム。ショックロット。これ麻痺してくんのかな。あ、ヌアズ毒。攻撃当たるから倒せるかもしれないな。いけ、いけ。ああ。TR ワイルダー？レンジャーみたいなもんかな。戦うでいけるかな。フォロは隠れて、
こいつらは火に弱いのはわかるけど、さっき使っちゃったから、アイスボール、アイスボールで思いっきりやってみようか。ちょっと強めに。から、エンジェルズターンで防御を固めてと。戦闘開始。お、ケーボラティーラム倒しました。アイスボールでワイルダーも倒しております。あ、倒せない。強めに打っといたのは正解だね。意外とヒットポイントは高くない。もしかしてこいつ倒せば任務完了なんじゃない？任務完了っぽいね。経験値少な。じゃあ切った。どうする？この辺もうちょっと見て回った方がいいかな。ちょっと回復作業します。はい。回復完了。で、もうちょっと見てから帰ろうか。どうする？道がこっから先続いてるよね。一旦途切れたけれど。あ。うん、何もない。おそらくこれで任務完了したと思うので、一旦帰ってみるか。なんかイベント発生する可能性があるので。戻ります。ちなみにここに鍵が置いてあります。道が途切れるちょっと手前で、手前って覚えとけばいいよね。道なりにまっすぐ進んでいけばすぐに戻れるはず。戻ってきたけど、どうすんだっけ？誰の命令で来たんだっけ？アイテム。指令書。バルブラック軍曹だから、一番最初に立ち寄ったところでいいのかな？新入隊員の募集、歩兵局みたいなところ。ここ。ここね。入隊者受付。ここに持って、あれ？ここいいんだっけ？ちょうど心配し始めていたところだ。さあ、報告した前。Tラングを発見したかね？三つ木の。またここで選択肢が出るのか。これ嘘つく理由はないけど、まあ、見つけたって言っとけばいいのかな？それで撃退したのかね？はい。なんでいいえっていう選択肢があるんだろう。はい。よくやった。そういえば、ウルティマ、まあ、ちょっと最近興味持って、もう一回ちょっとやってみようかなと思ってるんだけど、ウルティマの4ね、聖者への道とかのタイトルの。あれは徳を積むやつなんだけど、8つの徳を身につけるみたいなね。そのゲームを始めるときになんかそういう選択肢がたくさん出てくるんだよね。なんか、命令に従って行動するかどうか、みたいなね。なんか今そういう選択をやったみたいなのを思い出したね。よくやった。私はすぐにこれを、ヤモ将軍、ついに将軍出てきたね。
ヤモ将軍に報告する。ヤモ将軍。偵察任務成功の報酬として500ゴールドポイント支払える。少な。Tラングのスパイの撃破は5000ゴールドポイントのボーナス。お、結構ボーナスはいいね。では、新しい指令を与える。ラーザはアイテムを入手した。今度は、諸君にはニューシティに行ってもらう。ニューシティ?派遣隊の事務所までは、ハンパワーアーマーで、直に行ってもらう。この許可書で、ハンパワーアーマーステーションに入れる。あったね、どっかに。ヌアザはアイテムを入手した。諸君は追跡者のロダンレワークスのところへ行き、この文書を渡してほしい。ロダンレワークスまだ生きてるかな?ヌアザ。ヤモ軍曹から彼に宛てたメッセージだ。任務終了次第、直ちに戻って私に報告するように。またここに戻ってもね。これは重要な任務であるから心してかかれ。慎重にかつ速やかに行動せよ。余計な行動を取るな。それからロダンの周りで T ラングという言葉を使うな。え?その言葉を聞くとロダンは手がつけられなくなるぞ。またわけのわかんない。ちょっと複雑な指令を受けてしまいました。ちょっとこっそりアイテムを見ちゃうか。なんか、秘密の文書みたいだけど、荷物いっぱいになっちゃった。まず指令書。これね。これは大丈夫です。読んでも。STF 公文書。ニューシティの IUF 発見隊のロダンレワークスに、至急報告、至急砲を運ぶこと。サイン・バルブラック軍曹。ハンパカード。ハンパカードを使うと、なんか、転送機みたいなの使えるんだよね、多分。ヤモの特別任務。これを読んでいいのかどうかだよね。まあ、読んじゃいましょう。読むなとは言われてないので。緊急連絡。ロダン。情報によると、シュリティス・ティ・ラングは近くにいる。だが、君が父上の無念を晴らすことを考えているのはよくわかっているが、ここは帝国の目的を優先してくれ。我々の状況は以前ほど良好ではない。現状では、Tラングの軍隊と交戦できるような状態にはなく、彼らに対する直接的な行動は控えなければならない。我々には最後の攻勢のために、君がぜひとも必要だ。シュリティスは次の機会を待て。リワークス、これは命令だ。私の許可があるまでシュリティスの捜索を行ってはならない。長いな。帝国は今回の我々の任務の成功に大きな期待を寄せている。アストラルドミナをTラング帝国の手に渡してはならない。繰り返す。勝利が確定するまで、シュリティスの捜索を行ってはならない。それほど長くは待たせない。約束しよう。サイン、IUF、司令官、ヤモ、将軍。ほぼ最高司令官に近い立場だね、将軍ったらね。一番上とは限らないけど。ちょっとね、この弊社で、ここにいっぱい指令書をね、捨ててあるんだよね。なので、いらなくなった指令書は捨てちゃいます。ね。これなんだっけ?バッジは使い物になるのかな?まあ、あれば味方だっていう証明もできるし、これは持っとくとして、指令書の4は捨てちゃいます。捨てる。さあ、行こう。そう、
こっちから帰るんじゃなくて、どっかこの辺にハンパワーマーなんとか、ここだったかな。あった、いきなり。アンパに中央局、ハンパワーマーステーション。ドアのところには小さな灰色の箱がついていた。箱には小さなランプが一列ついていて、不規則に光っていた。その下に何かを入れる薄いスロットが開いていた。もちろんあれを使います。ハンパカード。使う。カードを入れるとランプが2回瞬き、その後つきっぱなしになった。入れるってことかな？入れた。ほら。おう、いきなり。ここで出るか。今はあんまり戦いたくないのよね。呪文で、アリーモスって弱かったっけ？弱い敵か。弱いね、これ。普通に攻撃していけるか。まあ、攻撃していけるだろうけど、そうか、スリープ系な持ってないんだ。持ってないので、プリーストイシスはなんかすげえ使いにくいキャラだな。スティンクボム。スティンクボムちょっとやってみようか。一瞬でも動きを止められれば。で、こっちはスリープを唱えておけば。弱い。そんな熱心に戦う相手じゃなかった。スティンクボムでも倒せちゃう。弱すぎ。よっしゃ、もう適当に攻撃して終了。よし。ちょっとこっちも、マップを埋めて。なんかあるよ、スイッチが。あ！レバーを引くと、低いハム音が響き渡り、部屋中に白色の光が溢れた。おー、溢れてます。そして、白色、白色の光は薄れていった。来たね。多分もうニューシティに到着したんじゃない？これ。あ、スイッチが。あ、これスイッチを押すと戻っちゃうので。どこだろう。ハンパワーマーの部屋から外に出てみると、その建物は今までと全く変わらないようであったが、どうもアンパニの野営地とは異なる場所にいるようだった。しっかりした作りで広く清潔だった。と、次の瞬間、マスケット銃を持った大柄なアンパニ兵がものすごい勢いで部屋に飛び込んできた。来たね。ロダン・レワークさんだっけ？君たちの前に立ちはだかった男は、鼻の穴を広げ、君たちの肌を焼き尽くすかのような熱い視線を浴びせてきた。君たちは自分たちの運命は彼の考え一つにあり、まるで神の使いの前に立つ子供のように無力な存在になったような気持ちになった。なるほど。アンパニの英雄なんだね、きっとね。その時、君たちは彼の腰のあたりに
太い鎖にぶら下がった金色に輝くメダルがかかっていることに気づいた。そして、ついに君たちが口を開こうとした瞬間、彼の太い大声が君たちの声をかき消した。STFNEPS か。バッチ見たのかな？突っ立ってないで、指令書を見せてみろ。指令書を渡すか。それ当然渡すよね。なんでこれ選択肢にいちいち出てくるんだろうね。渡せばいいのに。渡す。お前らはヤモ将軍からのメッセージを持ってきたと書いてある。この私にな。早く渡さんか、小僧ども。生意気なおっさんだな。メッセージを渡すか、また選択肢？渡すよ、当然。ロダンにメッセージを渡すと、彼はそれを破り開け、さっと一読した。それ、破り開ける前に私たち読んじゃいましたけど。おっと。ついてるじゃないか。シュリティスがこの近くに嫌がる？偉大なウルヒナの神は、ロダンの味方だ。父さん、仇は必ず取るからな。父さんって結構若いのかね、これ。そう言うと、ロダンは君たちの方に振り向いた。ヤモ将軍にロダンは復讐を遂げると、伝えろ。ヤモ将軍に、あ、そうか、これは、ロダンが自分で言ってるセリフだね。ヤモ将軍にロダンは復讐を遂げると伝えろ。ロダンはそれだけ言うと、メッセージを投げ捨て、部下を呼び集めながらドアの外に出て行った。なんだよ。任務無視かい。空っぽの部屋で気が抜けたようになった君たちは床に落ちていったロダンに動くなと命じた文章を拾い上げ、なぜ誰もが期待された通りの行動を絶対に取らないで、とんでもない結果に向かって突っ走ってしまうのか、ため息をつきながら考え込んだ。これが大いなる計画のはずがない。おそらくは、何者かの仕業ってこと？あ、ダークサバントの差し金ってことだね。ダークサバントが仕組んだ罠だね。罠なのかな？でもヤモ将軍の手紙が罠ってこともないだろうし。とりあえずアイテムは拾ったってことは？まだ残ってるね。指令書もヤモの特別任務も。結局、何のアイテムも見つからなかったけど、ここはどこ？あ、ちょっと、読めなかった。ライトの下には、3×3 の9個のボタンが並び、それぞれの上には数字が記されていた。セキュリティキーパッド。何これ？ 1、2。ああ、なるほど。ちゃんとした数字を入れないと戻されちゃう。なので、こっから先は進めない。ここはニューシティなのはわかるよ。番号のヒントはどこにもなかったような。どっかにあったっけ？ない。とりあえず、なんか、渡したら戻ってこい。任務を果たしたら戻ってこいって言われたような気がするので、戻りましょう。はい。また光の中を通って、せっかくニューシティに戻ってきたのに、はい。また、アクパイルに戻ってきたみたいですね。で、もうすぐ近くにいるはずなので、でバルブラック軍曹のところに戻って、そろそろ戻る時間だと思っていた。ロダン・レワークスにメッセージを渡したか？渡した。諸君がこうして無事に戻ってきたところを見ると、
ロダンはニュースを喜んだようだな。そうでもないんですが。そうなのかな。この任務に志願する者は他にいなかったのだ。だから諸君が派遣された。諸君にとっては幸運なことに、この任務を逃れるためにいくらか払った者もいる。そんなに嫌な任務だったの？諸君に対する正規の支払いは350ゴールドポイントだが、それに有志からの寄付が7820ゴールドポイントある。うん、合計で支払いは8170ゴールドポイントだ。結構儲けたね。ロダンが動くなという命令にいつまで従うものやら、従わないんです。もう動いちゃいました。さて、諸君の次の目的だ。ヤモ軍曹がロダンに関する報告を直接聞きたいそうだ。これが新しい指示だ。とうとうアイテムを入手した。司令部の守衛にこれを見せれば案内してくれる。司令部って真ん中のあれ、あそこかな？もしヤモ軍曹から新しい指示がなかった場合、直ちに戻って私に報告するように。行きたまえ、将軍がお待ちだ。はい。ということで、司令部は多分真ん中にあるでっかい建物だと思うね、これ。ここだと思うので、行ってみる。その前に、間違えた。トートがなんかアイテム、指令書。IUF 公文書。司令部に出頭し、ヤモ軍曹に報告すること。サイン、バルブラク。バルブラク軍曹は、ロダンがちゃんと命令に従ってると信じてるけど、実際には、もう命令を破っていきなり飛び出しちゃったわけだよね。その事実をヤモ軍曹に報告するのか、それとも、ごまかすのか、どっちかっていうことだと思うけどね。とりあえず行ってみましょう。IUF 司令部、ビンゴです。司令部の前に大勢のアンパニ兵が立ち並んでいた。君たちが近づくと、その中の一人が即座に進み出て、立ち止まるように指示した。許可なき者は立ち入り禁止だ。司令書を拝見。アンパニの守衛に指令書を見せるのか。見せる。ヤモ軍曹のところに出頭するように指示してある。この廊下をまっすぐ行きたまえ。あら、なんか覚えなきゃいけないの？ちょっと待って、メモしとくね。まっすぐ。まっすぐ。それから、そして左のドアに入る。左のドアに入る。そして、次に、右手にあるドアを入る。右手にあるドアを入る。そしてずっと進んで、もう一度右に回る。右に曲がる。ややこしいぞ。その右にあるドアがそうだ。簡単な道順だ。もうこの作者悪い癖だよね。ウィザードリー6の時もそうだったけど、やたらと わけのわかんない、うん。そういう手順を示すんだよね。示す癖がある。はい。まあ、とりあえず、行けというのは、まずまっすぐ。まっすぐ行って、左のドアに入る。こっちじゃなくてまっすぐ行くってことね。まっすぐ行って、まっすぐ行くんだけど、保安部詰所。やばいやばい。あ、将軍がお待ちだ。ここではないぞ、さえ来たまえ。危なぁ。間違った道を行くと、もう、
で、追い出されちゃうのかと思ったけど、大丈夫みたいですね。ということです。正しい道はこっちで間違いないはずです。で、左のドアに入る。で、右手にあるドアに、ドアを入る。だからすぐ目の前にあるドアに入ればいいんだよね。ここに入ればいいわけです。そして、ずっと進んで、右に曲がる。だからここは入っちゃいけないのよね。地図室。無断立ち入り禁止。もう立ち入り禁止とか言うと入りたくなっちゃうけど、入らずに。もうね、アンパニーはね、あんまり冒険をしない。命令には基本的には従う。で、右に曲がって、その右にあるドアがそうだ。CICIUF、CIC?司令部っていう意味かな?セントラル、I は多分軍隊の意味だから、軍隊じゃないか。セントラル、なんとかセンター、IUF は軍隊、ヤモ将軍。ドアの前には、屈強な兵士たちが立ち並び、無断侵入は絶対許さない構えを見せていた。あ、指令書を。兵士に指令書を見せるか。見せる。将軍がお待ちだ。はい、ちょっとイベントが続いていてしんどいけれども、行きましょう。ドアを背にして、厳格そうなアンパニの将校が、手に持った紙をぼんやりと見つめながら立っていた。かすかな鼻息とともに将校は何度もそれを読み返しているようで、読み終わるたびに頭を振り、またぼんやりとそれを眺めた。ついに将校はその紙を畳むと机の方に歩いていった。まるで君たちの存在など、眼中にないようだった。将校はコートのポケットから小さな機械を取り出した。すると、その機械はいきなり片方の端から火を吹いた。ライターのことでしょ、これ。将校は畳んだ紙をその火にかざして燃やし、瞬く間に黒い灰になっていく。ライターがそんな珍しいのかい。紙を持ち続けた、さっきの続きね、紙を持ち続けた。火が手に届きそうになったところで、将校は紙を床に落とした。めちゃめちゃ細かい描写だな。そこまで書かなくてもいいね。まるで小説より細かい。そして勢いよくそれを踏み潰すと、黒い灰は粉々になってあたりに散乱した。どうでもいいことだね。その後将校は、君たちの方に振り向いた。この描写が凄まじいな。来たよ。ふとゆったりとした声で将校は話し始めた。私は君たちを特別な任務に送り出す。これはとても危険だ。え、なんでいきなりその話してんの?だが我々はもともと危険なゲームをプレイしているのだよ。うん。我々は T ラングのシャトルを一隻、一隻捕獲したみたいな、そんな、ね、捕まえたみたいな。調べてみると、それは T ラングの卵でいっぱいだった。ああ、T ラングの受精卵だ。T ラングは銀河のこの地域に入植する長期計画を持っているらしい。奴らは忌まわしいほど大勢いる。卵が飼えれば、植民地一つくらい簡単にできるだろう、うん。そうなれば他の生物を殺戮でいいのかな、この豊かな世界を奴らの汚物で満たしてしまう。奴らは、
宇宙に自分たちの種をまき散らかすことだけを、種というか種かな。まあ、どっちでもいいけど、種をまき散らすことだけを目的にしているのだ。うん。奴らを止めねばならん。君たちに奴らを止めてもらいたいのだ。君たちには北西の廃墟に向かってもらう。そこで奴らの基地に潜入してほしい。おそらく卵を産む女王がいるはずだ。警備は強固だろう。だが、それを見つけて滅ぼしてほしい。うん、我々はここで直接的な攻勢に出れるほどの勢力を持っていない。それにアンパリの姿のままでは侵入は不可能だ。しかし君たちなら我々に不可能なことも可能だ。まあ、我々はアンパニーではないからね。アンパニーとティーラングは戦争を開始した。銀河レベルの戦争だ。そして、これはただの始まりでしかない。君たちはティーラングの基地を見つけ、奴らの女王を殺してくるのだ。君たちには特別の武器を与えよう。あ、なんかくれるの？これは、ここには一つしかない。注意して使ってくれ。これを使えば、女王も卵も、すべて滅ぼせるだろう。至近距離に近づくまで使ってはならない。そして使用後は、即座に離脱するんだ。とうとうアイテムを入手した。頑張ってくれたまえ。私、そして、アンパニー帝国軍の全員が、諸君がティーラングの侵略を食い止めることを期待している。忘れるな。義務と力と勝利だ。うん。突然目をくらむような爆発が、え？何？急展開だな。突然目もくらむような爆発が起こった？床から身を起こすと、司令部の建物の外で、さらにいくつかの爆発が起こっているのが感じられた。戦争が追っ始まったのかな？おや？おや？将軍の司令室の方を見てみると、瓦礫の山の中から腕が突き出ているのが見えた。積み上がっている瓦礫を急いで放り出し、君たちは血だらけの体を掘り出した。だがその様子からすると、将軍は長くは持ちそうになかった。はい、なんだこの展開は。苦しそうな息の下で将軍は囁いた。義務、力、勝利。なんだよそれ。そしてアンパニの将軍は息絶えた。笑っちゃいけないね、ここね。結構シリアスな場面ですよ。爆発は止まり、アンパニの兵士たちが命令を叫んでいる声、そして怪我人などのうめき声が聞こえてきた。いきなり将軍死んじゃったんだけど。司令部を襲った爆発は建物の壁を吹き飛ばし、君たちは想像しい外を直に見ることができた。あたりには煙が充満し、たくさんのアンパニ兵が倒れていた。多分ティーランが攻めてきたってことなんだろうね。いきなり、なんか報告、きちんとこっちが報告する前に、ティーランが攻めてきて、なんかすごいことになったっていう、急展開だな。どうすればいいのこれ。なんか調べてみる？これ。何もない。
急展開すぎるな。外が見える。なんだこれ。どうするよ。まあいいや、探索するけど、なんかアイテムもらったんだよね、確か。これか、サーマル？パイナップル。ああ、至近距離で使えとか言ってたけど、これで、時限爆弾みたいな。パイナップルって言ったら、手榴弾みたいな。手榴弾だよね、普通は。サーマルの意味わかんないけど、パイナップルは手榴弾だと思うので、至近距離から投げて、敵を滅ぼすみたいな、そういう武器だよね。ヤモ将軍の遺言だけど、アンパニグはまだ全滅したわけじゃないから、戦争は、まあ始まったばっかりで、ヤモ将軍の命令というか、それは生きてるってことかな。これからティーラングのところに行って、女王蜂っていうか、女王を倒してくる、殺してくればいいのかな。それで、一段落つくってことかな。まあいや、ちょっと、急展開なので、今回はここで、一旦ちょっと終了。ね。続きは、ここからやっていきます。